中学時代なんですが、はい、バスケットボール部に所属されていたんですね。坊主にしたんだったらじゃあ野球やろう。でそれが瀬ノンプレゼンツベースボールペディア、今回のゲストは球界屈指のリリーバー内達也さんです。ようこそ。よろしくお願いします。お越しくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。内さん、野球との出会いというのは。はい、はもう小学校入る前から。あ、入る前から。はい、もう幼稚園の時ですね。きっかけは。は2つ上に兄がいるので、はい、で兄がやっぱりその少年野球のチームに入っていたので、お兄ちゃんにくっついてやっぱ遊びに行ってたっていうところが始まりだと思います。ええ、はい、初めからピッチャーでした。いやー、ピッチャーやり始めたのは5年生ぐらいじゃないですかね。それまではもういろんなポジション、はいはい、やってました。うん、打つのもお好きだったんですか。打つのはそこまでは好きではない。打てなかったんで、はい、どっちかというと投げてる方が得意だった、はい、って感じですね。はい、野球はすぐに好きになって。そうですね、はい、もう家の下のこう壁のところでもずっともう投げて取ってっていうのを繰り返していたっていう感じですね。うん、はい、中学時代なんですが、はい、バスケットボール部に所属されていたんですね。はい、そうですね、6年間小学校6年間やったんですけど、はい、中学校はバスケット部に。お、また、はい、なぜ。まあ、やっぱりこうバスケットって走るはい、スポーツなので、うん、やっぱそれがいいなと思って。本当ですか。はい、嘘です。めちゃくちゃ嘘ですね。誘導してしまってすいません。めちゃくちゃ嘘。はい、まあ、そういった理由もありながら。理由は後付けで、ただ単に、はい、もう坊主が嫌だったっていう。坊主頭に野球部はなると。当時あの小学校時代、僕今は想像できないですけど、あの結構髪長かったんですよ。長髪っていうことですか。そうです、長髪です。あら、親の趣味というか。へー、はい、どのくらいだったんですか。え、結構長かったですよ。あ、流れるくらい、はい、だったんで、それを坊主にするっていう行為ができなかったんで。確かに抵抗あるかもしれないですね。はい、すごい抵抗あって、で周りからやっぱやれや、やろうよってずっと言われたんですけど、野球は坊主だけは無理と思って、はい、はい、もう諦めました、そこは。あ、そうですか。はい、でバスケットボール部に、はい、入りましたね。2年くらいなさってたんですか。2年ぐらいですね、はい、その間はもう野球は離れていて、はい、全く離れている人。全くですね、はい、まあ、遊びっていうかそういうあれはやってましたけど、その友達同士と、例えばそのちょっと野球部と一緒にちょっと遊ぶとか、はい、そういうのはやってましたけど、はい、その練習とかっていうのは一切やってないですね。はい、でも中学生のうちに野球部には戻りました。戻られた、はいはい、2年の秋冬にかけて、はい、何かきっかけがあったんでしょうか。きっかけは坊主にしたんですよね。あれ。めちゃくちゃ嫌がってたのに坊主にしたのがきっかけです。ああ、はい、どんなそんな大きな転機が。あの 秋にね、あの僕らの中学校の体育祭が秋に開催されていて、はい、でその応援団っていうのがあったんですよ、僕らの中学校って。すごいその応援団っていうのがかっこいい存在、ちょっとやんちゃな人たちがいる応援団っていうのがあって、はい、でもともと入るつもりはなかったんですけど、その3年生のとある先輩から、はい、やろうよ、なるほど、やろうよ、やるぞ、はい、やるやろっていう感じで、はい、なりまして、はいとしか言いようがなくて、はい、でそこで坊主にしたんです。でそれがきっかけで、じゃあ坊主にしたんだったらじゃあ野球やろうって。でそれがきっかけですね、はい、それが中学2年生の冬、秋冬ですね、ですね、はい、野球部に転部をされて、はい、ということで。そこからも野球一本ですね。なるほど、はい、じゃあ、まあ、あのたらればですけれども、はい、もしその先輩が声をかけてくださらなければ、応援部で坊主にならなければ。やってなかったですね。高校ではなんかやりたいなっていうのはそうですか、あったんですけど、なんか中学校時代に坊主にするっていうのが、はい、なんかこう恥ずかしいというか、そういうのがあった、抵抗があったんで、うん、まあ、そこが吹っ切れなかったっていう。なるほど、はい、はあ、でも野球部に戻っていらして、はい、はい、
そして神奈川県立川崎工業高校への進学ですが、はい、決め手は何でしたか？決め手は行くところがそこしかなかったというか、その、はい、僕野球推薦っていういろいろあるじゃないですか、はい、スポーツ推薦だって、それももらえなかったので、お野球部に在籍してた期間が短いっていうのもあるし、大会で活躍もそこまで しなかったっていうところで、やっぱりその自分の学力で行ける学校しかこう選べなかったので、で学力で選べて野球がそれなりに強い学校っていうところで、はい、川崎工業選びましたね。どんな高校時代でしたか？ずっと溶接やったり工業の学校なので、はい、もう本当に普通に何ていうんですか、溶接だったり、はい、鍵盤っていう鉄を削ったりするんですよね、そういうのをやったり、エンジンを解体して組み立てたり、はい、そういうのやってました。そうでしたか、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。へえ、はい、で野球部としては、はい、どうでしたか、練習ですとかは？もういい先輩たちで、うん、はい、楽しくやらさせていただきました、はい、あ、何かその川崎工業のこうルールですとか、はい、こうしきたりみたいなものはあったんでしょうか？まあ、今となってはもう言えないですけど、まあ、いろいろとやっぱりこう上下関係だったりもありましたし、うん、まあ、悪いことはなかったですけど、やっぱこう使えるか分かんないですけど、罰走だったり、あ、そういうのはありましたけど、けど僕は違うルートから今日あるかもっていうふうに先輩からこう優しい先輩がいたので、今日やるかもしれないって言ってたよっていうふうに情報を得たんで、ずっと帰ってました。あ、そうなんですね、はい、それは可能なんですか？いや、ちょっと肩肘がつって、ちょっと病院に行って、理由付けてちょっと逃げて帰ってました。だ、友達にはもう言わずに、はい、え、そうだったのみたいな、っていう感じでずっと逃げてました、僕は。でも、まあ、そこからプロのドラフトがかかるわけですよね。そうですね、はい、力はどうやってつけていかれたんですか？やることやってたってことですよね、まあ、練習も、まあ、もちろんやってたし、はいはい、やることはちゃんとやってたので、うん、まあ、公立高校ですけど、ええ、だその強い学校みたいに常にこう先生がいるわけじゃなかったんで、はい、もう自分たちでこう練習メニュー決めたり、で自分たちでこう やるしかなかったので、基本投げていることしかなかったような気がしますけど、もともと走るの嫌いだったんで。お、そうですか、はい、まあ、じゃあ投げて。そうです、投げて鍛えていくという、投げて投げてって感じで、はい、自主練もされてたんですか？もう野球部の練習で。そうです、野球部の練習だけです、ね、うん、そうですか、はい、朝練も特になく、朝練はもう自由参加だったんで、自由だったらじゃあ行かないっていう、持って生まれたものももちろん終わりですよね。そうですね、もうそれでしか言いようがないような感じですね。すごいこう特別な練習をやってたっていうわけではないですけど、ただけど野球が好きだったので、はい、そのどうやったら良くなるかっていうのはすごい考えてた。でそれを、まあ、行動に移してこういろいろやってたのかなっていうふうに今となっては思います。当時は多分何も考えてなかったですけど、うん、今となってはやっぱそうやってなんか自然とそういうふうに動いてたのかなっていうふうに、はい、考えるということも大切ですよね。いや、それが多分一番大事だと思いますね。やっぱこうやらされてやるより自分からやった方が絶対に身につくと思うので、やっぱやらされてるとやっぱり気持ちどっかで忘れてったり、いや悪いイメージしかこう残らないので、だったらこうやらされてるけどやってるっていうふうに思えばもう自分のものにこうなっていくと思うので、はい、そういう切り替えがなんか昔からこううまくできたのかなっていう思います。球速というのは当時はどのくらいだったんですか？当時そんなスピード僕出てなかったです。145がマックスだったんで、うん、まあけど、まあ、もう20年近く前なんでその時の140以上ってなかなかこう、はいはい、レアというかあんま数少なかったので、なのでちょっとこう、うん、スカウトの方が見に来てくれたのかなっていう
けどどうやって来たのかがわからないです僕には。そうですか。だってあの無名の高校になぜそういうスカウトがこう噂を聞きつけてきたのかっていうのはちょっと今でも不思議ですね。あ、そうですか、はい、実際にそのまあ練習してるだとか大会であるとかそのプロの視線みたいなものを感じる、はい、気配を感じるっていうことはなかったんですか。3年の春からはこうちょいちょい先生にこうどこをこの球団がこう見に来るぞというふうにそれだけは言われたんですけど、ええ、その時だけめちゃくちゃ頑張ってました、はい、あとの試合はもうやってないわけじゃないですけど、はい、ちょっと気持ちどっかにこう、ええ、ちょっとこう10割出すところ8割だったりでやっていて、うん、そのスカウトが来るって情報が入った時だけめちゃくちゃ頑張りましたね、うん、そういう時はどこから見てるっていうのは分かるものなんですか。分かんなかったです。はい、まあ、でもこの現場のどこかにいるんだろうということで、どこかにいるんだろうっていう思いで意識をして、はい、そうでしたか、はい、スライダーというのは当時から武器ではあったんですか。そうですね、高校時代からもそれしか取り柄がなかったぐらいのものですね、はい、うん、それは、まあ、後のその代名詞ともなる V スライダーであったんですか、もう当時から。僕のそのスライダーの種類的に2種類あるんですよね。その鋭くこう曲がる方とちょっと曲がりが大きい方と2個あったので、もともと投げてたのは大きい方だけだったんですけど、高校生2年生ぐらいの時に大きいのだけじゃちょっと違うなっていうふうにどっかで思って、ちょっと小さいのも練習しようっていうところでちょっとこう生まれたたわものですね。それが V スライダーというその縦に落ちるというか一番武器として投げていた球種ですね、はい、ということはまあ高校時代に生まれて、そうです、もう習得はされていたと、はい、ではまあその武器も持って、はい、まあ、プロのスカウトがかかり、そうですね、2003年のドラフト会議、千葉ロッテから1位指名ですね。ありがたいことに。率直な思い気持ちというのはどうだったんですか。めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、もうプロ野球選手になれる、なれるっていうか、もうそれがやっぱ夢でもあり目標だったので、もう順位だったりその球団どこっていうのは特に意識はなかったんで、もうどこでももう入れるんだったらどこでも入りたいっていう気持ちがあったので、まあ、それが1位っていうふうになってよりびっくりしたっていう感じですね。公立からドラ1という、はい、まあ、ように表現されることもあるかと思うんですが、はい、そのあたりは何か感じていらっしゃいましたか。いや、正しいかどうかわからないですけど、当時あの神奈川県だけの話で言った公立高校でドラフト1位って誰もいないっていうふうに聞いてたんで、あ、それがなんか本当かどうかわからないけど僕が初めてだったっていう情報を聞いてめちゃくちゃ嬉しかったです。それはそうですね、はい、まあ、そしてまあプロの世界、はい、夢に見たところに、まあ、一番評価をされて、そうですね、まあ、入ることになったと。ただドラフト の、うん、あの指名呼ばれるじゃないですか、はい、ロッテ1位、はい、内里也、あれを生で聞けなかったのが一番ショックです。あとあと思ったら、どういう状況だったんですか。僕は授業中だったので、授業中に先生がこう入ってきて呼ばれて1位で指名あったっていうふうに聞いたので、その生で見れなかったんで、今みたいにこう夕方にやる、はい、そうですね、じゃなかったので、時間帯ですね。そうです。あ、僕らも授業中で、もうそのドラフトがこの時間帯にまあ始まっているというのはもちろんご存知なわけですから、やっぱ、まあ、そわそわ授業中は、はいはい、めちゃくちゃもう朝からずっと緊張してました。はい、じゃあ先生があとはどのタイミングで教室に来るか、ね、はい、いつ呼びに来るかという、はあ、だいぶでも時間帯的には早い時間に、そうですね、いらしたわけですよね、はい、だいたい1時スタートだったんで、だいたい5時間目の途中に呼ばれたはずなんで、それが2時かなんかだったんで、まあ、5時間目か6時間目の
時間の途中で呼ばれたっていうのは覚えてるので。先生はどういうふうに声かけてくださるんですか、教室入ってきて。いやもううちって言われて、まず教室を出る、はい、で校長室か職員室の方に行って、はい、ロッテが指名がありましたっていうことを言われて、でこのあと記者会見するからって言われて、でもそこから出れなくて、だ教室とかに戻れなかったんで、だその日多分学校今までやったことがなかったんで、少し早く多分全員もう誰も残らないでくれって言って、みんな返しましたね。そうか、学校サイドもそういった会見初めての経験だと。そうですね、はい、そうですだったので、ただその日だけは多分全校生徒に多分よくやったって言われてると思いますね。すごいことですよね。早く帰れたと思うんで、はい、あそうね、そういう理由ですか。そうですいやいや、でもね、プロ野球選手が誕生したという瞬間だったわけですもんね。それだけ聞きたかったですね、生 で、 そうですね、今みたいにこうテレビ越しでこう緊張して待ってるっていうのがなかったので、そこだけなんかあーって感じで思いましたけど、まあけど本当に嬉しかったですね。今日は新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。